バッグでいつも寝てるんですけど、はい、もう髪の毛ボサボサ。はい、今日はねちょっとお仕事の日の Vlog っていうか一日をちょっとね撮ってみたいなと思います。はい、今はね今朝の10時くらいなんですけど、今日は1時からちょっとね日本語のレッスンじゃない、なんか日本語を教えるみたいなあれがあって、毎週まあ結構 あるんですけど、はい、今日はねそれを1時からやってっていう感じで、はい、今日の1日を撮っていきたいと思います。はい、じゃあねちょっとベッドから上がります。いただきます。はい、ちょっとそしたらね今からスキンケアをしていきたいと思います。最近ね私が週2回ぐらいでねピーリングジェルをしてるんですけど、それがこちらのドクタージーブライトニングピーリングジェルです。今ね洗顔し終わった後なんですけど、ちょっと濡れた状態でこちらのピーリングジェルを使っていきたいと思います。ドクタージーさんはね韓国ナンバーワンのねダーマコスメブランドなんですけど、私ね昔ね去年か2年前、2020年のベストスキンケアかの動画にドクタージーさんのクリームとかをね載せたことがあったんですけど、結構ね愛用してて、特にね敏感肌とか腫れやすい人とかにはねすごいねいいので、私はねすごいね敏感肌でねニキビとかもできやすいので、そういう人にもねすごいおすすめです。ピーリングはねこれぐらい取っていってくるくるってしていきます。ピーリングジェルって結構刺激強いイメージなんですけど、低刺激なのでね肌にも優しいし、しっかりね優しく綺麗に角質を取ってくれる感じ、肌触りとかもねすごいね綺麗にねスルンってなるんですよ。でもやっぱり毎日やっちゃうとね肌にね結構刺激与えちゃうかなって感じなので、私は週2ぐらいでやってます。ドクター G さんって皮膚科専門医のドクターアンさんっていう人が開発しているみたいで、そりゃ皮膚科専門家の方が作ったら間違いないって感じだよね。誰が作ってるかみたいなのを教えてくれたりとかするのいいですよね。分かってるっていうのが、あ、皮膚科専門医の方なんだみたいな。こんな感じボロ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 、これ多分角質として落としてくれてるかな。で、そしたらこれ洗い流します。はい、洗い流しました。めっちゃねこのなんか肌触りがすごい均一になるの、このピーリングやると。だからね毎日使いたくなるんだけど我慢してね、たまにしか使ってないですけど、軽くちょっとティッシュオフをして、そしたら次トナーを塗ります。化粧水がこちらのドクタージーレッドプレミッシュクリアスリントナーです。これをね軽く肌に塗っていきます。これね角質も拭き取ってくれて肌をね落ち着かせてくれる効果もあるトナーなんですよ。この後にねこの昔も紹介したクリーム紹介するんですけど、そのクリームと相性がめちゃめちゃ抜群なんですよ。こういうね柔らかいコットンにたっぷり染み込ませて、なんか大容量だからね、なんだろう思いっきり使えるからそれもいいですよね。これでね2回から5回ぐらいコットンでねこうパタパタして叩き込んで染み込ませてから、このコットンは半分に折れるやつなので、こうやってねコットンパックもしていきます。私普通のパックはねあんま好きじゃないので、こういうコットンでねコットンパックをするのが最近日課です。おでこもねしっかりコットンパックしていきたいと思います。こんな感じでコットンパックしたら、これでね10分ぐらい私は置きます。はいはい、ちょっと10分経ったのでねこれを剥がしていきたいと思います。なんか肌のトーンアップしたの分かるかな、すごいスッキリ、あとベタベタしないのでねすごい使いやすいです。
そしたらお待ちかね、こちらのドクタージーレッドブラミッシュクリアスーディングクリームです。これはね本当によくって、何がいいってね、なんかねプルンプルンなんだよね。この感じわかる？なんかこのベタベタしすぎず水分たっぷりのクリームっていうか、プルンプルンってする感じ、だからすごいね肌にも馴染んでるなみたいなのも実感できるしね。すごいね。これね韓国のオリーブヤングでクリーム部門で2年間連続1位になったみたいです。すごいよね。10秒に1本売れてるらしい。やばい、私が今話してるけど何本売れてるんだろう。すごくない？そう考えると。5種類のね歯科成分で敏感肌の方にもね本当に使える。私がねその敏感肌の代表なので、敏感肌の人はねぜひ使ってほしいと思う。なんかねこれ最近知ったんだけど、チューブタイプがあるらしくって、でクリームだとこうヘラとかでやんなきゃいけないからめんどくさいなっていう人にも、チューブタイプだったらね直接触らずに衛生面とかもいいからすごいいいよね。私も今度ちょっとチューブタイプ買ってみようかなって思う。トゥルントゥルン、すごいこのクリームほんと好き。今ねやっぱりマスク問題あるじゃん。そのマスクで荒れやすいとか、あと赤みが気になるとかね、そういう人にも本当におすすめです。今ね私朝なのであれなんですけど、夜はねもうこれをもうちょっと厚く塗って、たっぷりなんかたくさん塗ってもベタベタしないから、ちょっとね多めに塗ってたっぷり保湿して寝ます夜は。はい、こんな感じでクリーム終了。次にね日焼け止めを塗っていきたいと思います。日焼け止めがこちらのねドクタージーグリーンマイルドアップサンプラスです。ちなみにねこの日焼け止めはオリーブヤングで3年間 UV ケアでね1位だったらしくて、すごいよね。オリーブヤングで1位って結構やばいと思う。うん、すごいなって思う本当に。ちゃんとね検証されて UV カットがね入ってるみたいなのでね、冬でもね紫外線対策はちょっとしっかりしていきたいなって思います。これもね年間に1500万個、15秒に1個売れてるらしくて、もうなんかよく分かんなくなってきた、すごすぎて。手の甲に出してみますね。こんな感じでね塗り心地もすごいいいし、自然にトーンアップさせてくれるんだよね。あと伸びがめちゃめちゃいい。すごい、もう手首までいっちゃってる。結構すごいねいい感じにね塗りやすい。全然違くない？色やばくない？日焼け止めでこれって。顔にはねこちらのねブライトニングアップサンをちょっと見ていきたいと思います。これがねこんな感じでちょっとねベージュっぽい感じだから、ちょっと下地とかにもすごいいいと思います。これもね検証されたね UV カット入りでね、長時間ね肌トーンを持続してくれます。なんかね最初はね結構これはねしっとりするんですけど、塗っていけば塗っていくうちにすごいサラッとした感覚になるので、この後化粧する時とかもすごいねあの肌なじみがいいっていうか、その後のファンデーションとかもいい感じに塗りやすいんだよね。ほら自然にトーンアップしてるの分かる？日焼け止めだけだよこれ、すごくない？こんな感じでね日焼け止め終了です。日焼け止めだけでこれってすごいよね。これで普通になんかすっぴんとか言って全く気づかれないと思うし、うん、めちゃめちゃいいと思う。でこんな感じでねこの後はちょっと軽く、ちょっと眉毛とリップとかだけでちょっと軽く化粧をしていきたいと思います。基本ね私仕事の日とかはがっつり化粧はしないので、こういうね下地とか、あとまあ軽くちょっとこの上に下地ファンデーション塗って、あと眉毛描いてリップ塗って終わりなので、こんな感じでちょっとはい終了です。はい、こんな感じでちょっとお仕事に行ってきます。今日はね日本語を教える仕事にとりあえず1時から行ってきます。真っ黒コーデ、もう超適当コーデ。全身黒。はい、バイバイ。僕たちのロテキです。僕たちはロテキです。우선자기소개부터시작하겠습니다。まず우선아우선まず우선우선まずまずは자기소개는알죠。自己紹介。自己紹介。
自己紹介を始まります。始めます。自己紹介をします。メインダンサーを笑えるよ。メインダンサーは笑えてるのかな。やっぱり最初はクルンデキです。メインダンサーとバラエティを担当しているチャン君です。バラエティ、バラエティ、あ、バラエティをアニメの面白いキャラクター、面白キャラを担当し、面白キャラ、バラエティはよく分かる。ウォルカムバンを呼んでる。ウォルカムバンを呼んでる。僕は僕は新聞でレポを担当してる팀です。あ、甘いボーイ。甘いボーイ。魅力的。魅力的な。カッコウベカンです。カッコイイ。ああ、지금準備조절했네。ビジュアル担当하고있는、그런거말하시는건가。カッコイイ、그냥뭔가멋진、그냥아カッコイイ。그러면イケメンな、カッコイイ보다イケメン、イケメン、イケメンが뭔가존재、아존재완전대생아こんにちは。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 チームでリードボーカル、リードボーカル担当しているデイです。おお、やはり何か違い。なんかセンスいいな。独特。あ、センスチェイン。センスチェイン、やっぱり그런느낌으로써줬던。センスが溢れる。センス。センスが넘치는。おお。그런거。センスがあふれる、좋아요。センスあふれる、センスあふれる、センスのうちの、センスあふれる。ありがとうございます。今日の授業は終わり。終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おお、バリバリだった。机の上汚いな。誰だよ。本当に。誰だよ。これはこれはてめえ。これもてめえ。これもてめえ。これもてめえ。ここもアリップも。てめえだな。てめえのも多いな。あとは備品。備品。俺のは一切。リハーサルね。俺のは一切ない。備品でございます。今何の撮影中でしょうか。AV 撮影です。おい。お断りするよ。今からでも。裏です。今からちょっと、はい。今から始まります。はい。僕監督です。監督の方ですか。監督です。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。それでは行きましょう。はい。村西徹です。似てるんよね、ちょっと若干ね。ちょっと山田孝之似てるって言われがち。あ、言われてるね。そう。確かに。小田切丈も言われてない。小田切丈もこれ撮ってもこの人は小田切丈。似てるね。デコ広くない？ってかなんか伸びたね、髪の毛。デコ広くない？ストレート。デコも伸びたかな。伸びたとか一緒に。結構すごいね。なんか、ゆで卵じゃん。なんかさ、なんか、こんな髪型だったっけ、もともと。ね。なんか、パーマ取れた。前髪切れば。違う。
前髪作る、うん、前髪作ったら前髪作っちゃう、うん、ありだと思うけど、私、凝ってしたらなんか90年代ぐらいさ、あ、まあ、そっちの方がいいよ、ジャニーズよくやってたやつ、キムタクだったりとか、あ、なるほどね、永瀬くんとかがやってたやつみたいな髪型になっちゃうよね、そっちの方がいいよ、どうですか、それなんか髪染めて、まあ、染めたんだね、髪染めた、いい感じじゃない、うん、いい感じ、髪染めてからあったっけ、あってないかも、いつ染めたの、覚えてない、え、言うて1週間前ぐらい、じゃあ合ってると思う、合ってる余裕で合ってると思う、そうですね、今日9点ライブでーす、9点、初めて仕事します、2だろ、これどう考えても点じゃないだろ、9点じゃないだろ、9でもないし、いや、これ2だろ、うん、あ、じゃあ9、あ、5と44にして、そっち9点です、9点じゃん、おーい、おーい、バカバカしい、バカバカしい、どうせこれもあげねえんだろ、いや、あげ、絶対あげる、絶対これあげる、てか前のもあげるよ、前のやつも全然あげねえんだろ、あげます、ちょっとね、編集の方がちょっと編集の方のせいにするな、じゃあてめえで編集しやがれ、いっぱい食べます、いっぱい食べてください、早く私に追いついて、はい、はい、そうします、そしたらね、9点ライブ頑張りましょう、あー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 、練習中、はい、なかったね、なんかあっちもこっちも動画撮ってくれたねということで、はい、本日いっぱい頑張ったよっていうような ね、 頑張ったね、感じでございました、全然撮れ高がなかったですねということで、本日も感謝ハミラ、また動画撮るね、お仕事の日はこんな感じですごいね、向こうの方でバタバタしております、バタバタしてるねということで、みんなまたねー、裏側、いやーすごい、裏側ってはずいよ、裏側ってはずいね、でもいっぱい売れたみたいだね、よかったね、いっぱい売れた君が好き、はい、ほっぺにケチャップ、ほっぺにケチャップ、はい、じゃあカメラをちょーん、やめて、指紋つくから、はい、じゃあとりあえずね、ご帰宅します、帰るよ、バイバイ、バイバイ、アニョハセヨ、はい、夜のスキンケアも終わって、もうそろそろ寝ます、髪の毛どうなってんのって感じだけど、私あのオールバックでいつも寝てます、なんか顔にね髪の毛がかかるのが嫌なので、こんな感じで私のお仕事の日の Vlog でした、うん、こんな感じでねいつも過ごしてます、まあ毎日違うけど、はい、こんな感じでね今日も見ていただいてありがとうございます、じゃあ私は今から寝ます、おやすみなさい。バイバイ。